はい、こんにちは。今日は2022年鹿児島大学の問題の解題です。問題はこちらです。数列 AN がこういった式を満たすときに、こちらの式が全ての自然数 N において成り立つことを示せといった問題ですね。まあ、こちらは今回2通りでやってみようと思います。まず1つ目は数学的機能法ですね。まずは N が1のとき成り立つことを示しましょうか。N を1としてみると、ここに代入すると A3-3A2+A1=0 ですね。で、A1A2 はこれを満たしているわけですので、ここが1で、ここが2ですよと。で、これ計算すると A3 が5になります。つまり A3 が5になることを示しましょうか。まあ、ここに N に1を入れてみると、まあ、これとりあえず AN プラス2イコールの形にしましょうか。つまり AN で割ると、AN 分の AN たす1の2乗たす1ですね。で、これ N に1を入れると、A3 イコール A1 分の A2 2乗たす1になると。A1A2 っていうのはここが1でここが2ですから計算するとこれ5になりますね。ということでちゃんと A3 が5になることは確かめられますよと。ということで N が1の時成立するということが言えます。でちなみにこの式からすべての自然数 N でこれ正の値を取ることがわかりますね。つまり A1A2 っていうのはこれ正の値ですよと。じゃあ A3 はっていうとここに代入して計算すると正ですよね。つまりこれ正の値、正の値。手前の2つの数が正の値であれば、これ計算すれば正になりますね。つまり次の値も正になるよと。ということで、機能的に、これ AN っていうのは全部正になりますよと。すべてこれ AN の値っていうのは正ですよと。ということもわかります。で、まあとりあえず N が1の時成立することは言えました。じゃあ次に、2の自然数 N でこれが成り立つと仮定して、N を N プラス1にした時も成り立つよう言いたいわけですね。つまりこの式が成り立つと、これを仮定しましょう。で、N を N たす1にしましょう。番号を1個上げると、AN たす3ですね。引く3、AN たす2、たす AN たす1ですね。イコール0。この N を番号1個上げて、この式になります。これが成り立つことを示しましょうと。これを示したいということですね。で、今使えるのはこれが成り立っている。あとこれも仮定しているので、これとこれは使えますよと。これらを使ってこれを示しましょうということです。で、今ここ2つかけたものの形を作りたいので、まあ、あとはどういうふうに示してもいいんですけども、例えばこの式に、ここ AN たす3を消去するために、AN たす1っていうのをかけましょうか。この両辺に、両辺というか、この式を示したいわけですので、まずはこの式から始めてみると、この式なんですけれども、これに、AN たす1っていうのをかけましょうか。AN たす1、今正の値ですから、正の値かけますよと。で、これがイコール0を示せれば OK ですね。これ結局0ではない。正の値かけて、これがイコール0であれば、これが0になりますよね。ということで、これが示せたことになるので、まあ、こんな形でやってみましょうか。今、この式に AN たす1をかけました。そうすると、これとこれかけると、この形になるので、これが使えますね。ということで、この形で変形していきましょう。そうすると、これかけると、ここの部分っていうのが、これ N を N たす1にしたものがこれですから、この N を N たす1にすれば OK。つまり AN たす2の2乗ですね。たす1になると。これが今ここの部分ですね。で、あとこれとこれかけると、そのままかけると、マイナス3倍の AN たす1かける AN たす2ですね。たす、これとこれかけるので AN たす1の2乗と。こういう形になります。で、さらに変形していくと、ここの部分っていうのが、AN たす2でくくると、AN たす2、括弧 AN たす2、引く 3AN たす1。で、あとこれを後ろにつけておくと、プラス1、たす、AN たす1の2乗と、こうなります。で、あとこれ見てみると、これで AN たす3が消えましたね。この部分を消去しましたよと。で、あと AN たす1と AN たす2だけの式なので、この式を使いましょうか。そうすると、ここの部分っていうのはちょうどこの部分ですね。これっていうのはこの部分。つまり、これマイナス AN ですよと。これマイナス AN。ということで、まあ、これちょっとこっちに書くと、イコール AN たす2かけるマイナス AN ですから、マイナス AN。となるよと。で、たす1たす AN たす1の2乗と。で、さらにここの部分っていうのがちょうどこの式ですね。ですので、これ。これのマイナスなわけですから、マイナス AN たす1の2乗、マイナス1、たす1たす AN たす1の2乗と、こうなるわけですから、結局これ全部消えますね。消えて、イコール0ということが言えます。ということで、これに
an+1 をかけると0ですよと。で、an+1 っていうのはこれ正の値ですから、結局ここの括弧の中身が0ですね。ということで、これが示せましたと。これを仮定して、n を n+1 にしたときには成り立つことが言えたんで、これで数学的記の方により成立することが言えました。続いて2つ目の解法は、直接この式を変形していって、これを示してみましょうか。これを変形しましょうと。まあ、どういうふうにやるかっていうと、ここ2つかけたものがあるので、ここをまず処理しましょう。これ an、an たす1で割ってみると、両辺を an、an たす1で割りましょうか。そうすると、an たす1と an 分の an たす2 an ですね。これを an、an たす1で割りました。じゃこれも an、an たす1で割ると、an たす1 an の an たす1の2乗ですね。たす、まあ、an、an たす1分の1ですよと。となります。で、そうするとこれ1個ここ消えますよと。ここも an が消えますよと。今、これ2つかけたもので割ったんですが、an は今正ですので割っても OK ですね。そうするとここは消えてこうなるよ。ここは1個消えてこうなるよ。で、ここ an 分のですね。こうなるわけです。で、ここからなんですけど、この1を、この1というふうに見ましょう。つまり、これ引くこれがこの1ですよと。ということで、この1を、これ引くこれで置き換えていくとうまくいくんですね。で、このまま置き換えていっても、まあいいことは特に起こらないので、この n を番号1個上げましょう。番号1個上げてからこの1をこれ引くこれで置き換えるとうまいこといきます。そうするとこれ n を番号1個上げて、これ n たす1にするとここ a、n たす2ですね。番号1個上げましたと。ここも番号1個上げると a、n たす3ですね。イコール、これは a、n たす1分の a、n たす2。足す、これも番号1個を上げると an 足す1、an 足す2分の1と、こういうふうになります。で、ここでこの1を置き換えましょう。この1っていうのはこれ引くこれというふうにすると an 足す2、an 引く an 足す1の2乗と、こうなりますね。で、これでここの2つにこう、この分母をこう2つに分けると、まあ、ちょっと分けましょうか。ここは、この部分ですね。ここを2つに分けて、マイナスのan 足す1、an 足す2分の、これですね。こうなるよと。そうするとこれまた1個ここ消えて、これは an 足す1が1個消えてこうなるよと。つまりここは消えるのでこうなって、こうなるので、これ分の an ですね。ここ an。で、こうなるよと。引く、ここはこれ消えて、これ1個消えてこうなるよと。つまり an 足す2分の an 足す1と、こういうふうになります。ということで、今これ整理するとこうなるわけですね。式変形しました。あとはこれ分母が an たす2、an たす2のものをこっちに持ってきましょうか。つまりこれをこっちに持ってきていくと、an たす2分の an たす3たすこれですね。で、分母 an たす2で揃っているので、an たす2分の1しちゃいましょうか。an たす2分のたすこれですね。イコール、これですよと。an たす1分ので、揃えると、これ足すこれですね。an 足す2足す an と、こうなります。で、これイコールこれというふうになりました。で、これ見てみると、この番号1個違いですね。この n を番号1個下げたのがこの式になっていると。全部そうなってますね。ということで、これ an 足す1とでもすれば、これが an になってるわけです。で、これがイコールなわけですから、これ順次番号1個ずつ下げられますよと。これ n をずっと 1まで下げると a1 と等しくなりますよね。つまりこれっていうのは a1 と等しいよと。つまりこの n を1としたものと等しい。a1 って何かというと1にしたものですから、これ n を1にすると a2 分の a3 たす a2 というふうになります。あ、a1 ですね。a1 と、こういうふうになります。で、a1、a2、a3 って何だったかというと、1と2と a3 が5でしたね。ですので、2分の5足す1ということで、これ3ですよね。つまり、an っていうのはこれ3だということがわかります。今この式を an としたら an は3ですよと。つまりこれイコール3が出てきましたってことですね。ということで、あとはこの分母を払ってこっちに持ってくれば、an 足す2足す an イコール3倍の an 足す1。で、これをこっちに持ってくれば、マイナス 3an 足す1。足す an イコール0ということで、この式が出てきますね。ということで、この式、式変形することで、この式も導くこともできます。こんな形で出すこともできました。以上です。ありがとうございました。